はい、皆さんどうもこんにちは。今回はですね、こちらの商品の開封レビューやっていきたいと思います。はい、ということでこちらね、おなじみ、メルセデスの AMG GT3 ですね。こちらのですね、車種としてはオートスケールコレクションとしては第3弾目のですね、カラーリングといいますか、バリエーションになっております。1台目はね、いわゆるプロダクションカーですかね、いわゆるメルセデス AMG から出るレースに属していない素の状態のね、グレーと黄色いラインのね、そして AMG のロゴがついているもので、2つ目はね、こちらの画像にある通りのちゃんとね、実際に走行したチームのカラーリング、そして3つ目も同じですね、こちらビルシュタインのねロゴが非常に、特徴的なこのカーゼッケン5番のですね、これニュルブルクリンクの24時間レースにですね、実際に出た車のカラーリングを模しているものになっています。はい、ということで僕ね、この AMG GT っていう車はですね、仕事柄ありがたいことにですね、 AMG GT R の市販としては一番上のね、グレードの車、まさにこの GT3 の車のベースとなっている車なんですけど、それをね実際に運転した経験もあったりですとか、実際にね目で触れて乗ってっていうことで、経験したことがあって、すごくね思い出のある車なんですね。で、実車もねすごくかっこいいですし、でこのね、レース前としたこのスタイル、本当にこのフロントのね、この実際のね、乗員に対してこのフロントタイヤがすごく前にある、人が後ろに座ってると言えばいいんでしょうかね。で、この実際のねエンジンルーム開けると、もうフロントタイヤのもう後ろ側にねエンジンの気筒が全部収まってるみたいなね、本当にフロントミッドシップの FR のね車をね、綺麗に体現している車で、すごくねスタイリングもかっこいいですし、迫力もある、本当にねレースを起点に生まれてきてるような車なんじゃないかなというふうに思っていて、非常にねこの車には興味があったり、いろいろと縁があります。で、いわゆる最初に出た時のねプロダクションカーは、まさにねメーカーのロゴとかスポンサーロゴが入ってないので、あまり僕そんなに興味なかったんですけど、こういうね実際に走ってる車のものが出るとすごくねかっこいいので、ああちょっとこれは手元にね欲しいなということでね、こちら買ってきました。はい、でちょっと後ろのパッケージ見ていきましょう。はい、メルセデス AMG GT3 カーナンバー5番、24時間ニュルブリクリンクの2018年に走った車のモデルを作っているということで、価格はね5500円ということになっております。はい、実際にねじゃあ開けていきたいと思います。はい、ということでさあこちらいかがでしょうか。いやー非常にかっこいいですね。ここまでねカラーリングしているレースモデルは、僕オートスケールコレクションで買ったのって初めてぐらいかもしれないですね。ワイドの車をやりたくて、アウディの R8 ですね、2015年モデル、これはですね実際に買ったんですけれども、やっぱりそれよりもカラーリングとしての塗り分けが非常に多くてですね、いいですね、非常にかっこいい。はい、じゃあまずはこのサイドビューからねチェックしていきましょう。はい、このチューリッヒでねおなじみのこのゼッケンがねニュルブルクリンクを象徴しているゼッケンですね。こういう風に見るとスケールとしてゼッケンのサイズって結構大きめなんですね。自作する時にデカールとかロゴ、ゼッケン、そういったところのサイズ感ってすごく重要で、割とねよくネットとか巷で見てると、スケールよりも大きいねロゴとかゼッケンをつけてる人が結構多いなと思うんですよね。できる限りねスケールに合わせて小さめのもの、デカール単体で見るとすごくちっちゃいんですけど、貼ってみるとね意外とスケール感ってね大きすぎたかなとか思うので、その辺がね結構重要かなと思います。はい、でここドライバーのねこれ名前も入っていたり、ちょっと拡大のこれで見ていきましょう。ほら見えますね、4人の
の名前がしっかりと入っていますね。でこちらフェンダーの部分にもねしっかりと情報が細かく入ってますね。はい。さあそしてこの光に当たった時のこの表面の粗さ、この辺はこれはね量産ですからね、まあこれぐらいは仕方ないんじゃないかなと。あの昔はね、あの僕もね知らない時代なんですけれども、あの10年20年選手のね、方に聞くとですね、昔はあのグロスコートとかね、あのすごくね綺麗に仕上げてるボディがあって、まあ今のね、この綺麗さとはね比べ物にならないぐらい綺麗だったよっていうのはねよくよくね聞いたことがあるんですよ。まあですけどね、この時代においてこうやってね新作を出してくれるということに僕はねまずは感謝かなと思いますので、まあ出来栄えはねどうあれこういう風に、実写にね相当するモデルが出てくるというのは非常に嬉しく思います。じゃあ続きましてフロントビューいきましょう。はい、迫力の顔、これがもうすごいですよね。はい、この特徴的なシルバーアローのグリルですね。そして走ってるとねすぐ取れちゃうんですよね、この赤い牽引服ね。この辺も非常に綺麗に再現しています。はい、あとヘッドランプもこれ気持ち黄色みがかってるんですかね。はい。さあそしてね、先ほどのサイドビューでちょっと申し上げ忘れましたけど、これホイールが前後色が違うんですね。後ろは黄色です。ちょっと拡大していきましょう。これすごい細かいですよね、前もほら。でこのスポークの1箇所だけね赤が内側まで入っていて、こちら側はね赤が消えてるんですね。これはねなかなか細かい。さあそしてここはですね黒くなってるんですけど、実写はねここ開いてるんですね。フロントのホイールハウス内の空気を、ね、引っ張り出して空力をやってるんですけど、こういったところはね黒でうまく、まあ、調整してるというところ、ここもね開いてたりしてます、実写はね。はい、そしてリアビューいきましょう。この迫力の GT ウィング、さあちょっと拡大をね申しましょう。はい、やはりね GT3 シャルといえばこの大きなリアウィングが特徴ですよね。あのミニッツのね走行性能でいくと、どうもねこの大きいウィング、ごついウィングが後ろにありすぎたりということで、少しねリアが振られたりヘビーだったりとかねよく聞いたり、まあ、僕もその操作感はなんとなく確かになるとは思うんですけれども、ただのこれはねこうやって飾っとくだけでもいいよなっていうふうに思いますよね。本当にかっこいいですね。はいね、こんな感じです。でリアウィングの上には NG のロゴがしっかりと入っているという感じでございます。はい、いかがでしょうかね。いいですよね、これも。あんまりねオートスケールってみんなとね一緒になっちゃうから全然ね興味ないとかって言ってたんですけど、これに関してはね本当僕このまんまでね走らせたいですもん。あ、また NG1 個塗ってこれとね同じようなカラーリング、少しオリジナリティ出して色合い変えたりとかしてですね、これと同じようなねデザインで走らせたいなってすごく思いました。なのでワイド車両ね1個また AMG でね、いろいろとね賛否ありますけどボディ性能でいくとね、だけどちょっとねこのボディがね走ってる姿はちょっと見てみたいなって思いましたね。はい、そして24時間レースのね車なので、ヘッドランプつけてね暗いところで走らせるとか最高ですよね。っていうのもねすごくいいなというふうに思いましたし、やっぱりこうやってね車の好きなものをね走らせる、ね、性能もありますけど自分の好きな車をね選んで走らせるっていうのもミニッツのね非常に楽しみべくね楽しめる一つじゃないかなというふうに思います。はい、ということで最後はですね、お立ち台に乗せてぐるっと1周2周とですね皆さんに見てもらって、お別れしたいと思います。それではねお立ち台の映像をご覧ください。どうぞ。